橋えりチャンネル。こんにちは、発信型メイクアップアーティストの橋えりです。もうすごく寒くなってきて、完全に冬という感じですけども、皆さん風邪などひいてないでしょうか。乾燥も気になってくるこの季節ですが、今回はこれがないと無理っていう依存スキンケアをご紹介していきたいと思います。前に一軍ポーチの中身で依存コスメたちっていうのを紹介したんですけど、その動画の中にも依存コスメっていうワードいいですねっていうコメントをいただいたので、それのスキンケアバージョンという感じでやっていこうかなと思ってます。私は気に入ったものをストック買いするっていう感じのリピート型のタイプなので、もうそれ知ってる知ってるって思うものも出てくるかもしれないんですが、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは動画スタート。はい、まずは一つ目、こちら。じゃん。もうちょっと私といえばみたいなところが出てきてるんですが、クオリティファーストのザ・ダーマセンシティブです。こちらは朝にも夜にもどちらにも使ってる私の愛用シートマスクでございます。こちらはね、過去にもご紹介したことあるんですが、パケも成分に関しても新しくリニューアルされております。成分は前回紹介していたものよりも歯科成分が3倍に増量されていて、シートマスクを置いておく時間も3分と短縮されております。まあ、これなんで3分に短縮されているかっていうと、より成分が濃厚になっているからということだそうです。やっぱ個人的にね、嬉しいのはこの30万入りでこうボックス型になっているところと、歯科成分が3倍入っているっていうのと、ナイアシンアミドが 4%、 6種類のセラミドが入っているということで、肌を整えてくれるっていう感じですかね。私は割とこう敏感肌っていうところまではギリいかないぐらいの、でもちょっと荒れやすいみたいな、皮膚が薄いタイプなので、すごい刺激があるものとかだとすぐに赤みが出てきたりとか、ピリピリしたりだとかっていう、ちょっと弱めな肌の部類に入ると思うんですが、このセンシティブに関しては私的にはすごく安全に使えるというか、信頼感があって毎日使ってるっていう感じです。これを使い始めてからは肌荒れを心配することもなくなったし、やっぱ子供がいるとお風呂上がりにこう体拭いてる時とか乾燥してきてしまったりとかするんですけど、まあそういう時にももう自分がお風呂バッて上がってすぐにペテってつけて、その後ね、子供の世話とかしていると、ながら美容ができるので、それもすごく助かってます。でシートも個人的にはすごく好きで、なんか厚すぎず薄すぎずだから、肌にちゃんと密着してくれて、めくれてくることもないから、そういうところも好きですね。毎日使えて、まあ、どこにでも売っているっていうところ、 Amazon とかにも薬局とかにも結構手に入りやすいし、あとはこれを使い始めてからもうおでこがめちゃくちゃ綺麗になったっていう自分的エビデンス自分比ですけども、信頼感があるので毎日使っております。これはね、家に5個ストックがあるぐらい大好きで、私の大定番アイテムとなります。これがないと無理っていうアイテムですね。私みたいに肌が薄かったりとか、シートマスクで荒れてしまうのが怖いっていう方、鎮静したりとか赤みとかが気になるなっていう方におすすめなアイテムです。そしたら次はこちら、じゃん。 N オーガニックのモイスチャーバランシングローションとモイスチャーバランシングセラムでございます。これもね、何度も登場しているので、もう知ってるわっていう方もいると思うんですけども、これも私には欠かせないアイテムとなっています。これはですね、朝用として私は使っていて、メイク前のスキンケアとして使っています。まずこのローションについて、テクスチャーがサラッとしているんですけども、しっかり肌が潤って保水感が感じられるっていうところが好きです。シャバシャバとはしているんですが、若干とろみ、もう本当に軽いとろみがあって、もうそれが肌にピタッと密着してくれる感じ、それがね、メイク前との相性がいいと私は思っています。まあ、メイク前にとろみがありすぎる化粧水を使ってしまうと、ちょっと上滑り感というか、メイクがうまく乗らなかったりとかもするので、メイク前は割とシャバっとしたテクスチャーのものを使います。メイク前にスキンケアするとき、こうベタっとするのが苦手っていう方もすごいおすすめなアイテムです。で、香りもね、めちゃくちゃいいんですよ、精油の香りで。それが朝使うにぴったりって感じ。もうリラックスしながらスキンケアできるところ、そういうところも好きです。私はインナードライの混合肌なんですけど、このアイテムは水分感と油分感をバランスをとってくれるアイテムでもあるので、まあ、そういった意味でも私の肌に合ってるのかなと思います。
そしてこちらのセラムの方なんですけども、テクスチャーとしてはすごくもちっとしたテクスチャーで、結構今までにあんまりないテクスチャーかなと思います。粘度があってちょっとメイク前には使いづらいんじゃないかって思うかもしれないんですが、意外とねこのもちっと感が肌に密着してくれて、でさらに保湿力も高めてくれて、すごく個人的には使いやすいです。メイク前は特に私は保湿しすぎるとメイク崩れの原因になったりとかもするので、乾燥が気になる部分には多めにつけて、 T ゾーンとかテカりやすい部分にはめちゃくちゃ薄めにつけてます。なのでこれもちょっとバランス取りながら、乾燥する部分には多く、テカりやすい部分には少なくみたいな感じで調節して朝メイク前に使ってます。2つで、ね、多様な機能もありますので、まあ、そういったところも気に入って使っているという感じです。個人的に朝使ってるっていうのもあるんですけど、メイクの現場にも必ず持っていく依存スキンケアになります。はい、そしたらここからは夜用のスキンケアに移っていきたいと思います。製品が夜用っていうわけではないんですが、私が個人的に夜用として取り入れてるものになります。まずは美容液、こちらエストセラムワンアドバンスド、こちらは洗顔が終わった後すぐに使う美容液になります。以前ねこの商品が出た時に新作発表会で製品について詳しくご説明いただいたんですけど、2019年にはすでにエストセラム1っていう美容液があって、その後4年間の研究を経て有効成分のナイアシンアミドを配合してシワ改善シミ予防もできる美容液にパワーアップしたという流れがあるそうです。まさに炭酸コスメのパイオニアっていう感じですよね。でその結果このセラムワンアドバンスドも多数の美容師でベスコスを受賞してるっていうことで、この2023年下半期にもめちゃくちゃ話題になってるという感じです。泡タイプになってるので使う量とかもすごくわかりやすいんですよ。だいたい直径約3センチくらい、見てください、このクリーミーな泡で、全然刺激感というかそのシュワシュワした感じではなく、ジュワッとした泡になってると思います。これを泡が潰れないように優しく肌に五点置きしながらなじませていきます。ちなみに缶を振るのも NG なので気をつけてください。使用感としてはもうジュワッと出てツヤってなじんでとろけてくみたいな、ジュワ、ツヤ、とろの3段階です。基本的には顔の内側から外側に伸ばすっていうイメージで使用していきます。で口元のほうれい線が気になる部分だったりシワが気になるところとかは中指の腹で優しくジグザグなじませて、その後こめかみでキープ。で余った分は私は首にもなじませてます。こう首のシワをねアイロンしていくようなイメージで上から下にさーっとなじませていくようにつけていきます。この美容液のシワ改善の効果を最大限にっていう気持ちで毎日使ってます。この使い心地はねぜひ皆さんに一回試してほしいなって思いますね。このとろけていく感じがすごい私は好きです。この季節ってもちろん乾燥も気になってくるんですけど、鏡を見た時になんか目の下とかにシャ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 って細かい小じわだったりとか目につきがちじゃないですか。私はねその鏡を見た時に自分に萎えるのがすごいストレスなので、30代になったこともあってハリケアっていうのもすごく重視してるんですけど、これは細かい泡が肌にしっかり密着してくれて美容液が肌全体に広がっていく感じが病みつきですごくずっと使ってます。この後使うスキンケアの馴染みも良くする導入の役割もありますし、シワシミなどのお悩みにもアプローチできるアイテムなので、乾燥だったり小じわが気になるっていう方におすすめなアイテムです。でしかも今回11月22日から下半期ベスコスのタイミングに合わせてベスコス受賞記念セットっていうのが店舗と EC 直販で発売されるそうなんです。内容としてはこちらのエストセラムワンアドバンストとインテンシブボディセラムのミニサイズがセットになっています。このボディセラムに関しては本来の大きさはこんな感じの大きさなんですけども、こちらも2023年の上半期ベスコスに選ばれていたアイテムで、こちらもかなりの話題をさらっていたので上半期と下半期のベスコスがセットになったアイテムという感じらしいです。でこのボディセラムの方はミニサイズでのセット販売ということですね。とっても豪華なのでお店によってはもしかしたら売り切れてる店舗さんもあるかもしれないんですが、今だけの貴重な機会なのでぜひチェックしてみてください。はい、続いて化粧水なんですけども、こちらはい、インスタでもたびたびご紹介してるんですが、見てくださいこの残量、もう替え時かなってぐらいの残量なんですが、こちらはアスタリフトアドバンスドローションです。これねもう2本目です。
ストックも今日ね持ってきました。こちらはねもう私ストック買いしてて家にも3本ぐらいまだあるんですけども、このアイテムはもう本当に手放せないアイテムです。こちらは抗酸化成分のアスタキサンチン、そしてリコピン、高保湿成分のワセリンが富士フィルム独自の技術によってナノ化されて、ナノアスタキサンチン、ナノリコピン、ナノワセリンが配合されている化粧水なんです。この化粧水はハリケアを目的として作られていて、保水力を上げるっていう効果が期待されるアイテムです。で、私は先ほども言ったようにインナードライの混合肌なので、中の水分量が結構少なめなタイプなんですね。なので保水力を高める化粧水っていうのが自分の肌には求められてる感じがしてて、説明を聞いた時もう私やんって思ったぐらい刺さりました。で、実際に使ってみるとテクスチャーは割とシャバッとしているので、自分の肌でも重たさだったりとかベタつきを感じずにつけられるところだったり、ちょうどアラサーになったぐらいからかな、28、29とかそのぐらいから肌がなんか今までと弾力が違うっていう、ちょっと肌しぼんだみたいな、冷蔵庫に入れて2日後の野菜みたいなシュッてこう元気のない肌みたいな、そんなことが感じやすくなってきてたんですけど、この化粧水と出会ってからは肌の奥から潤ってる感じっていうのが感じられるし、なんかもともと私は全然ハリ感がなかったタイプなんですけど、内側から跳ね返す力みたいなのがちょっと強化できてるんじゃないかなって思っているので、まあ、実際にそれを感じられた化粧水とかのスキンケアっていうのがあんまり自分の中ではなかったからこそ、すごく自分に合ってるんだなと思えた化粧水でございます。私はたびたび自分の肌悩みは開きケアナだっていう風にはお伝えしてると思うんですが、もうその開きケアナに関してもなんか引き締めるっていうのも大事かもしれないんですが、引き締めるっていうのは私の開きケアナだと結構無理があるというか、もうほんとビビたる引き締まりな気がするので、内側からこうふっくらさせてみせるみたいなケアの方が私的には合ってる気がしたから、とことんハリケアを追求してるって感じです。個人的にはね、このエストのセラムワンアドバンスドとアスタリフトのアドバンストローション、このダブル使いは結構自分的に気に入ってます。はい、そして最後は乳液でございます。こちらトゥーベールのナノエマルジョン、これはねアマゾンで購入したんですけども、めちゃくちゃ買ってよかったです。ぜひインナードライの方は使ってほしいと思うアイテムですね。まず乳液なのにテクスチャー見てください。驚くほどシャバシャバしてるんですよ。え、これ乳液っていうぐらいシャバシャバしてて、シャバシャバしてるのにちゃんと内側がしっとりしてくれるんです。もうこのテクスチャーに感動して毎日使っています。同じような肌質の方はすごい理解してもらえると思うんですが、なんか私みたいに肌が薄かったり、テカリだったり乾燥も両方気になるみたいなタイプは、こっくりとしたクリームだったりを使うと結構ね肌が上滑りしてもうベッタベタになってしまう傾向があるんですね。なので寝る前だったりメイクする前、あんまりクリームとか乳液とかをつけたくないってなって化粧水で終わってしまうみたいな人もいると思うんですよ。でもそれだとせっかくケアしたものが全部酸化してしまったりとかして逆効果になってしまう可能性もあるので、朝も夜も両方乳液はしてあげた方がいいなと思っていて、まあ、そんなベタつきだったり重さみたいなのが苦手な方でもこのトゥーベールのナノエマルジョンなら解決してくれるんじゃないかなと思います。私もねそういうタイプで結構夜クリーム塗ったりだとか朝にクリーム塗るっていう保湿はちゃんとしないといけないって分かってるんだけど、ベタつきが苦手でこうおだなりになりがちみたいなところはすごく分かるので、これに出会ってからはそういうストレスがなく最後に蓋をすることができるから、脂性肌さんだったり混合肌さん、インナードライ肌っていう方には特に向いてるアイテムだなって思います。逆に乾燥肌の方とかはちょっと物足りなく感じるかもしれないので、まあ、ここは肌質によってあとテクスチャーの好みによっても好き嫌いが分かれるのかなって思います。さらっとつけれて内側しっとりっていうのを求めてる方にはすごくおすすめなアイテムです。はい、ということでもう手放せないっていう依存スキンケアたちをご紹介していきました。まあ、とにかく保水力が感じられることと、あとベタつかないアイテムっていうのが私の好みであり、まあ、それ前提ではあるんですが、その上でハリ感だったり毛穴だったりシワだったり年齢によって出てくる悩みなんかにもアプローチしてくれるアイテムたちがあるので、まあ、それを組み合わせたりなんかして日々ケアを頑張っております。ぜひ同じような悩みがある方だったりとか今後の参考になったら嬉しいなと思います。それでは今日も最後まで見ていただきありがとうございました。この動画が良かったよっていう方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。
また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押していってください。ありがとうございました。